松本トンネル有料道路は、起点を、長野県松本市央技東内座、平瀬川東、終点を、同市央技、岡田井深カや萩とする道路である。国道254号終点の直近に位置し、主要構造物である延長約 2.4km の松本トンネル及びその前後の取り付け道路で構成される。長野県道路公社が管理する。 一般有料道路であったが、2020年9月1日に無料開放された。口述の経緯から、長野県や県道路公社の資料では、三佐山トンネル有料道路と表記されることもある。終点側から望む、料金九1976年10月の三佐山トンネル有料道路開通後、国道254号は、同トンネルを通過後にホラ交差点を南下し、 現在の県道総社岡田線を通って、浅間橋交差点を右折、現在の県道浅間川添線に入った後、国道143号と交流するミス交差点を終点とする形となった。しかし、国道254号から松本市街地へと流入する車両の増加に対応できず渋滞の発生や近隣住民への影響が懸念され始めたため、 三佐山トンネル有料道路から国道19号や国道147号へ向かう車両を松本市街地を通過せずに往来可能にするために計画されたのが松本トンネル有料道路であった。道路整備特別措置法に基づいて1988年より建設を開始し、6年後の1994年に有料道路として開通した。この際、松本トンネルは 三沢山トンネル有料道路の延伸区間と位置づけられたため、松本トンネル有料道路の建設費も含めて召喚すべく、三沢山トンネルの料金徴収期間が当初の二千六年十月から二千二十一年六月に延長されることとなった。しかし、この道路の利用価値に対して普通車三百円と割高の料金であったことが、わざわいし、わざわざ三百円を払わなくても、 前日の休道を等により少し時間を費やすだけで簡単に迂回できたため、交通量は想定していた半分以下で推移した。2007年の国道147号高期バイパスの開通により、東進地方から安曇野へのアクセスルートとしての利用価値が向上したことで、利用台数が従来の2.5倍に増加するなどしたものの、当初の見込み通行量収入との乖離を埋めるには至らず。 長野県道路公社では合わせて料金徴収の不調の対策として道路環境改善事業を実施し昼間に全車両を一律100円夜間には全車両無料とする運用を行うことにした期限は年度初めから年度末までとはなっているものの毎年更新して実質的に通行料金の高級的な値下げを行っている2019年11月22日には 安倍森和知事の記者会見で、三沢山トンネル有料道路の一般道路化、無料化に合わせて、松本トンネルも一般道路化、無料化する方針が示され、2020年9月1日より、三沢山トンネル有料道路と、松本トンネル有料道路は同時に、無料開放されることとなった。ありがとうございます。